チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんにちは、アクション TV です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、野良猫の日常なんですけどね、僕はね、仕事帰りにね、いつも通る道でね、帰ってね、たまたまですね、たまたま野良猫ね、に遭遇しまして、はい、動画を撮ってみました。はい、ね、可愛い子猫ちゃんとね、この親猫ですかね、ラブ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 しましょういう感じでね、ラブラブしてます。はい、ね、やっぱね、ペットっていうのはね、すごく可愛くてね、ちょっとね、ペットがいたらね、ちょっと止まってしまいますね、帰りでもね。はい、すごく可愛かったんでね、ちょっとね、眺めてます。はい、野良猫のね、まあ、日常いうことでね、まあ野良猫さんはね、まあ外でね、生活してるわけでありましてね、まあ民家の方にね、餌をもらったりね、まあ草とかね、そういう家の間とかでね、多分ね、おそらく住んでおられると思います。はい、ああいうね、車の下とかね、こういう草かけのとこでね、過ごされてます。まあね、なかなかね、ね、場所をね、ね、飼ってくれるか、ちょっとね、やっぱり難しいですよね、野良猫さんはね。うん、いろいろ病気だったり、いろいろ持ってたりね。まあね、かわいそうではあるんですけどね、外でね、住まれてることでね。うん、あ、でもすごいなと思いますよね、外でね。一生懸命ね、必死で頑張って生きていますよね。はい、すごいなとは思います。はい。ねえ。まあね。まあね、このね、猫ちゃん限らずね、まあいろいろね、ね、地域でね、猫はね、住まれると思うんですからね。はい。ね、やっぱりね、すごいですね。はい。これね、餌を探してるんですかね。わかんないですけどね。虫がおるかは、いう感じでね。すごい動いてますね、子猫ちゃんがね。はい。まあね、まあ、野良猫のね、日常にね、動画に撮ってみましたけどね。はい。まあ、こういう感じでね、いればね、今後撮っていきたいと思います。はい。ね、それではね、また次回に続きます。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネルボタン、グッドマークお願いいたします。さようなら。